おはようございます。フォートナイト、世界スクエパート4、4回目で、とても気分の悪くなるシミュレーションと、水晶パワー19時の死骸郊外工業のゾーンで、ビンダーマン。何それ？ビンダーマンのラボ。プランカートン。こうか。で、19ぐらい。これでいいんかな。ストームシールド。あ、これ俺のお家か。40？ すご。ここぐらいでいいんかな。レイクサイド。これでいいや。何をしよう。何をしようとか、普通に無線を聞いたらいいんか。サバイバーの声が聞こえる。どこや？いたいた。これで大丈夫。助けたかな。まだいたな。何これ。ああ、資材が減ってるな。木が特に少ないんで、木は集めながら。外した。ここら辺にあんのかな？どこや？え？下？上か。え？どこ？こっちかな？あ、当たった。で、もう一つサバイバーがなくしたものを探しに行くと。あ、こんなとこにいた。はい。で、離脱まで12分あるんで、で、このミッションの6人サバイバーを救うができたんで、あとは何したらいいかな。アンテナを3つ設置した。したっけ。あ、いたいた。ほいほい、どうでしょう。お、まだいた。ん？お前か。甘んじて受け入れよう。こんなとこに。よし、とりあえず。ザッパーのビオレンティウム。何それ。これかな。ビオレンティ、あ、あったあった。ビオレンティウム、これか。よっしゃ、ビオレンティウムいっぱい拾った気がする。あれ、あ、いる。どこや。あ、外した。よっ。みんなタフやな。タフって数がいるんか。俺の攻撃力もちょっとずつ上がってる気がするんよね、実際のとこ。まあ、比べ、そんなに比べてないんで分からへんけど。お？おお、オッケーオッケー。サバイバー50人救うっていうのも、なんかよう分からん。あ、お？
あ、これもクリアしてるってことでいいんかな、おそらくは。1回で救えるサバイバーってどんぐらいいるんやろ。10人ぐらいいんのかな。こっち、あ、東から北に登っていくルートを開拓しよう。なんかサバイバーいそうやね。どうでしょう。まだいるな。結構湧いてるよね。下か。なんかおお、なやこれ。めり込んでた。あ、それで動けへんかったんか。え、違うの？ Nope。 んで、反対、北か。俺が開けなあかんのは北やな。ブルーグロー回収。これが何か謎なんよね。うちは吸われてるんやけど、あ、ダメージ、なんか吸われてるよね、謎で。マップ上ではこうなんか骸骨のね、ちょっとヤバそうなボスっぽい雰囲気を醸し出すようなマークがついてるんやけど、まあ、醸し出してるだけなんでね、関係ないか。お、こんな建物初めて見たな。中入れる？お、入れる、すごっ。ああ、法廷。ああ、この景色を見るために裁判官になる人もいるよね。まあ、フォートナイトのこのね、マップがきっかけで司法の関係にお勤めになる方は将来ね、いるかもしれへんね。いやー、未来明るいなー。まあ、今日は暗いけどね。まあ、冬やから、暗い。ちょっとでも明るいか。いる？いない。え、こう、よっしゃ、オッケー。クリアできた。すごいなこれ、後半こういうとこで戦えるのが。XP ブースト使うと XP が早く貯まる。はあ、そっか、 XP ブーストか。俺多分余ってるんで使ってしまってもいいかもしれへんな。ゴールド、サバイバー、レア、おお、ミッション達成。いいの出てこい。あ、そっか、出てくるやつ決まってるか。あれ、動かへん、動かへんぞ。あ、動いた動いた。ラマエクステンチケット、おお、なかなか、なかなかじゃない。ラマショップで、アップグレードラマ、アップグレードラマ、アップグレードラマ一つだけ。金やろ？金なんで。おお、あ、選択？サバイバー。自動で埋めるで、なんか変わったな、メンバーが。動かへん、動いた。リサーチ、アップグレードか。アップグレード。ストライク。まだいいかな、特に。運べるアイテムの数が増える。建築修理スピード、建築耐久力。まあ、ここら辺かな。リサーチ。1822。おお。体力はブースト？攻撃ブースト？シールドとシールド再生力。はあはあ。アビリティトラップ。あ、ダメージか。ダメージもなかなかいいよね。ラマショップなぁ、まだ。戦利品、ホリデーラマ。あー、ゴールド少なめなんで、いいんじ
ンゴットかアップグレード、ああ2つ開けるどういうこと、ああなるほど、アイテムセンター回復、回復、どうやろう、俺も2つ開けられたんかな、設計室金のトラップは俺多分持ってないんで、アップグレードできるもしてしまって進化させてしまってアップグレードさせると、これで結構使えるかな、お気に入りに入れとこう、アップグレード進化はまだできないと、キャニバレーストーン、レベル60、レベル65、俺早いなわりかし、ここら辺のはまあまあまあ体液まとめて体液で、ここら辺はいいのかな、体液、トレーニングマニュアル、管理、違う違う、こんな感じで、おお、コレクションブック、はい、次プランカートン3、ストーン防衛2か、オッケー、じゃあありがとうございました。今日この辺でいいかな。